ゃこんにちは。さあ全12チームの前半戦ここまでの振り返りやっていますが、はい、今回はセリーグの5位の広島とパリーグの2位ロッテを見ていきます、はい。まあ、ちなみに今9月3日現在なんですけれども、うん、その9月3日現在のいろいろ成績とかで、はい、見ていきたいと思います。はい、まあ、5三はね、はい、広島から、広島のね、はい、スコット抑え6試合に投げて2敗。印象に皆さんあると思うけど、うん、村上にサヨナラ満塁ホームランとかね、はい、打たれたけど、やっぱ抑えられる感じがなかったもんね。あ、まあ、横浜でも失敗してるし、はい、まあ、抑え不在の中菊池っていうのが良かったんだよね、はい、だからすぐスコットに変えて菊池を持っていったんだけど、やっぱ抑えっていうのはやっぱ特別なんだよね。どこ調子が良かった菊池がさ、はい、全くダメになる。またなんでしょうね、あそこの位置というのが、うん、やっぱプレッシャーが一番かかるところローだけどね、はい、だからやっぱこうなんていうの、失敗ばっかりしてるけどさ、もう一つの誤算といえばさ、ジョンソン、沢村賞も取った人間が9試合投げてまだ勝ち星なし、はい、防御率が 5.66、 自責がもう30あるんだね、9試合、はい、で打たれ方が悪い、うん、まあ、例えば横浜戦で伊能に逆転の二塁打打たれたりだとかさ、不用意なんだよね、うん、だからここら辺もやっぱすごく誤算だと思う。ピッチャーそうですね、見ていくと、うん、で野村の出遅れ、はい、野村は出てきてから調子いいけど、うん、やっぱ野村の出遅れも響いてるし、床田っていうのが左ピッチャーのね、まあ、昨年頑張ったんだけど、うん、今年は全くダメって、うん、出てこれないというね。だから非常に投手どころっていうのは厳しいと思うよね、はい、ただ後半に向けて、うん、やっぱ森下、はい、で堀江、島内っていうのはもう150キロ以上投げるしね、うん、まあその3人に期待をしたいなっていうふうには考えてるけど、うん、だけどちょっとやっぱりジョンソンが勝てないっていうのはさ、そうですね、やっぱ大きいと思う。やっぱエースだもん、はい、大瀬良が右のエースだったら左のエースはジョンソンっていうね、うん、この2枚看板でもう10勝ぐらいしとかなきゃいけないんだけどさ、はい、まあ、10勝以上か2人の力を考えたら、でもこれがやっぱもうジョンソンが0勝じゃさ、やっぱ苦しいよ。やっぱピッチャー陣がこうなっちゃうと、やっぱり上位じゃなくて下位になってしまうってことですね。いや、なるよね。やっぱ野球っていうのは基本は7割が投手力だからね、うんうん、厳しいですね。厳しい、だから野手はね、うん、全体的にねよくやってんだよね、はい、ただ、まあ、難点を言えばさ、打順がやっぱ決まらなかったよね、うん、1番を誰にするのか、西川を持っていったりだとかさ、はい、もういろんな工夫をしてたけど、で長野を使ってみたりだとかさ、うん、まあ、長野を使ったらよかった、はい、だからなんかね宝くじ引いてるみたいな采配、うん、なんだよ、はい、これっていうのがない、うん、で松山が出てきたら5番で鈴木誠也の後でよく得点圏で打つとかさ、はい、だからやってみなきゃわからないっていうことがすごく多くてね、はい、まあ後半に向けては打順っていうのはきっちり決まってきてると思うけどね、はい、ただね野手で目立つのが堂林、よくやってるよね。やってますよね。でもねやっぱエラーが12あるんだよ。あ、そんなにあるんですか。リーグ1位なんだよ、はい、で田中康介が7、はい、松山が5、はい、これが内野三塁手一塁手ショート、はい、ここにエラーが多いっていうことはさ、やっぱり投手力が弱いのに、うん、苦しめてる、足引っ張ってるっていうことなんだよね。そうです、ね、だからいくら打ってもやっぱこうやってエラーが ついて回るとさ、やっぱどうしても苦しくなる、はい、あのチームはね、うん、だからここら辺はやっぱこう守備という意識をもう少し高めていかないと、広島がさ、なぜ優勝できるようになったかっていうと、相澤、はい、菊池、田中康介、まあ、センター丸だったんだよね、はい、このセンターラインっていうのがしっかりしてたんだよ、うん、だけど田中康介がちょっと調子を落としみたいなさ、はい、で両サイドがエラーが増えてくるとさ、うん、やっぱセンターラインもなんかちょっとおぼつかないのに、こうエラーで負け出すという、もう悪循環だよね。チームとしてはもう乗れない状況だよね、はい、エラーで負けるということ、うん、だからここら辺のその守備の意識、うん、もう少し高く持った方がいい、はい、で
後半に期待するところは相澤、あ、はい、キャッチャーね、相澤、菊池、田中康介、はい、この3人のさ、はい、得点圏が相澤が2割飛んで7厘、はい、菊池が2割1分4厘、田中康介が137、はい、1割3分7厘で、こんな数字の選手たちじゃないんだよ、はい、で相澤なんていうのは勝負強いキャッチャーで3割以上毎年得点圏では打つとかね、はい、確かにデッドボールが当たったりだとかさ、いろいろ故障がちだったんだよね今年、はい、でもまあ後半に入ってぐらいからかな、満塁ホームラン打ったりだとかさ、だから調子は上げてきてるんだよね、はい、で菊池もホームラン打ったりだとか、うん、調子は上げてきてる、はい、あとは田中康介だよ、137はね、もっと上げてほしいですね。だって優勝した時の1番が今8番打ってるんだよ、やっぱそれじゃダメだよね、うん、137得点圏、はい、こんなんありえないから、はい、そうしたら小園使えよっていう感じになってくるから、大好きだね、大好きな小園ね、うん、いやだからやっぱこう実力がある選手が実力通りに野手は働いてない選手が多いし、はい、やっぱエラーの数も多い、うん、そうなってくるとピッチャーの足を引っ張るというね、うん、やっぱそれじゃなくてもやっぱピッチャー苦しい台所でしょ、そうです、ね、だからそこら辺はやっぱもう少しチーム全体で頑張らなきゃいけないなっていうふうには思うよね、はいはい、そこに坂倉選手とかで入って出てくる名前出てくるかな、坂倉はさ、うん、天才だよ、おね、それと、はい、やっぱ坂倉が言ってたのは、はい、もうねバッティングがいいからってコンバートはしない、させない、あ、したくない、本人がしたくない言いました、キャッチャー一本でいきたい、おこれは達川さんが言ってたよ、え、なに達川さんも達川さん、いや俺も情報では知ってたんだよ、はい、あ、だから坂倉選手がそう言ってるっていうのを達川さん情報で聞いたってことですか、そうそう、いや俺が言ったの、坂倉また聞きですね、だからバッティングいいからコンバートして外野手にっていうようなことはしないで、これなんでかというとさ、やっぱキャッチャーの方が寿命が長いんだよ、ね、ああ外野手よりも、それと外野で打っても、はい、外野で打つのとキャッチャーで打つのだったら意味が違う、キャッチャーの方がやっぱ評価高いんだよ、はい、だからそれを坂倉っていう選手も知ってるんだよ、はい、だから、うん、相澤も必死でやらないと、そうですよ、ね、坂倉待ってるよみたいな、はい、だからケツに火がついたみたいに打ち出す、そうです、相澤もいい相乗効果になってますね、そうなったらいいよね、そうですね、ならなきゃいけないし、だからまだまだ広島というのはまあ力を持ってるチームだというふうに俺は信じてるしね、はい、だから頑張ってほしいと思います、はい、はい、じゃあパ・リーグロッテ行きましょう、ロッテね、はい、ロッテ2位にいるんだけど、はい、オリックスに12勝2敗、強い、強いじゃないよ、他トントンなんだよ、うん、オリックスだけで2位になってるという、いやだオリックスは逆にお得意様じゃないですか、ね、でも、うん、やっぱ優勝するとか上位に行くっていうのは、うん、お得意様は大事にしなきゃいけないよ、ね、お得意様は大事にしなきゃいけない、もうお客さんもだから、そうだって10の貯金を作るなんてさ、1チームでありがとうございます、お中元お歳暮だよ、本当ですよ、お年玉だよ、本当そんなに、いやいや、そのぐらいいるぐらいの感じで、はい、オリックスにはお世話になってるけど、はい、まあ石川が出遅れたけど5勝2敗、はい、三馬が5勝2敗、種市3勝2敗、はい、まあ岩下、まあこの3人は貯金を作ってくれてるし、はい、岩下っていうのが6番手のピッチャーなんだけど、うん、前半を支えたよね、はい、3勝4敗で負け越したけど、うん、このピッチャーもゲームを作り非常に最初3連勝ぐらいしたのかな、はい、だからすごく頑張ったと思うし、うん、で増田が18セーブ、まあ、安定感があるよね、うん、安定感が出てきてるし、うん、まあ、ただね、2位にはいるけど、はい、9月10月でペイペイドームソフトバンク戦が9試合あるんだよ、おマリンでは強いんだけど、はい、ペイペイドームはやっぱソフトバンクの本拠地じゃない、はい、これが9試合あるんだよ、9月10月 で、 ありますで、マリンでもあるんだよ、はい、だからそこら辺が混んでるんだよ、うん、これをこの9ゲームをどう乗り切るか、これ9ゲームを何勝何敗ぐらいでいくと、いや5分でいってやる、あ、5勝5敗とか、だって、まあ、優勝するんだったら6勝3敗ぐらいいかなきゃいけないけど、うん、2位に入るんであれば、2位に入るんだったら5勝4敗、トントンでいいオリックスがいるから、お得意様が、そう、はい、でも俺はオリックスも、うん、俺は黙ってないと思う、うん、やっぱ山岡、はい、山本、うん、田島を、はい、俺はぶつけてこられると、はい、そう簡単ではない、はい、で野手はチーム打率が2割4分、うん、得点が271の失点が295、はい、
これ失点の方が24多いんだよ、はい、これってやっぱオリックスのおかげなんだよね。だから結局はなんか普通だったら、はい、得点の方が多くなきゃおかしいんだよ、2位のチームは。そうですよね、普通に考えるとね、はい、でもやっぱ最初に当たったさ、オリックス戦で6連戦、あ、ね、6連勝したしました。これがやっぱでかかったんだよ。これなんかもうロッテを支えているのはオリックスといっても過言ではない、過言ではないですよね。ただね、盗塁が51ってやっぱリーグで一番走ってる、はい、で足を絡めてる、うん、ね、それはなぜかというとレアードが抜けて、はい、やっぱ長打力が少し減ってんだよね。だからそういう意味では井口監督の采配が当たってる、うん、その当たった最たるものがさ、和田康士郎っていうのを一番に据えて日本ハム戦に三出塁したんだよ。しましたね。したでしょ、はい、それも全部初球で走らせて盗塁、全部得点に絡めたんだよ。だからそういう足を絡めた野球っていうのは、うん、あの監督采配としてやっぱできるということだよね、はい、でちゃんとこう差し込めるということ、うん、だからここら辺は井口監督のやっぱ頭脳面積というかさ、はい、冴えてるなっていう感じをする。それとマーティンがいいところで打ってる、うん、これね得点源がね、はい、2割3分9厘しかないんだけど、はい、だけどそのホームラン打てるじゃない、はい、ランナーがいなくても決勝ホームラン打ってくると思うんですよ、うん、得点源というのはセカンドからだからね、あ、2塁が、はい、1塁にいて一発ホームランでツーラン打ってくると、うん、だから非常にいいポイントで打ってくれてるよね。だその数字には反映されていない貢献率がすごいってことですね、マーティンはね、マーティン、うん、だからこういう選手がいるっていうのはありがたい、うん、はい、それと後半の鍵、うん、これは角中、あ、荻野、はいはい、清田、はい、ベテラン勢ですよね。角中はやっぱ首位打者取るぐらいの実力があるし、はい、で粘っこいしね、うん、で荻野はやっぱ一番にいて嫌な選手なんだよ、はい、この選手たちが活躍できるか、うん、どうか、まあ角中はやってるんだけど率が上がってこない、はい、で荻野は怪我からまだ復帰できてない、うん、で清田はいる、うん、で清田のポイントっていうのは得点圏で4割2分9厘ある、うん、ロッテで一番勝負強いの、はい、だからこの選手をどう使っていくか、ね、うん、だからこういう選手たちが後半の鍵になってくる、はい、で安田、はい、よくやってるよね、4番で、ね、4番で、うん、でもね打率がね2割1分9厘しかないんだよ。ちょっと低いですね。ちょっと低くなってきたな、うん、だからここら辺が後半に向けて変えるのか我慢するのか、はい、でももう試合数的に数少なくなってくるじゃないですか。我慢して使い続けるってことですか。 もし変えるとするとじゃあ誰が4番になる確率とかって。でもマーティンを4番にして、4番にする、うん、それ井口監督安田を外すか、外す、あ、打順変えるんではなくてですね、うん、だって2割1分9厘、そうですね、4番だよ、うん、だからここら辺が我慢できるのかできないのか、はい、安田の成長とともにチームは頑張れるし、はい、安田とともに沈む可能性がある、うん、心中する可能性がある。これはじゃあもう井口監督の裁量にかかってるかかってるってことですよね。ただオリックスも黙ってないし、はい、9月10月でペイペイドームで9試合あるということ、はい、ここがポイントだね。なるほど、ここは頑張れるかどうか、はい、わかりました。さあというわけで今回はセリーグは5位の広島、そしてパリーグは2位のロッテを見ていきました。はい。